はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、1月の10日診断が実装されるということで、2024年一発目の新セレクションパックとですね、それから新シークレットパックが実装されるということで、この辺のカードをちょっと、簡単にね、解説考察していこうかなというふうに思います。まあ、またね、あの例によってちょっと実装されるカードがまあリスト全部出てないので、マスターデュエルさん、まあ、ここだけマジ意地悪なんですよね。ちょ、わかんないんで、まあ、一応今回、話す内容も、まあ、一応予想でしかないということをご了承いただければなと、はい、いうふうに思います。まずちょっと新セレクションパック、超獣武者、GP ネムレリア、ビサスアムリターラ、まあ、マナドムですね、この辺の、カードの解説をしていきましょう。まあ、まずはやっぱり超獣武者やっていかないといけないかなと思いましてですね、はい、ぶっ壊れ、最強モンスター超獣神童若牛さん、こちらのモンスターについて解説をしていきましょう。まあ、簡単に言うともう本当終わってるモンスターなんですけどレベル4の、ペンデラムチューナーレベル4、はい、これどういうことを持ってるか、まあ、スキル8ですね。で、これ強烈なちょっと縛りがありましてですね、自分の墓地に魔法トラップカードが存在しない場合にしか発動できないっていう、これがありますんで、まあ、例えばですね、なんか増殖するうちに打たれました、うらら打たれましたみたいな時になんか墓穴とか打つじゃないですか。そうするともう発動できなくなっちゃうんですよね。なんで、基本的にはフルモンデッキにするか、まあ、または、魔法トラップカード使っても墓地からその魔法トラップを消せるデッキとかが、まあ、一番相性はいいです。まあ、ただ正直その初動に使ってあとはもう別に展開取ったら勝ちみたいなデッキだったら別にいいんですけどね、何にしても。はい、で、どういう効果持ってるかっていうと、超獣武者若牛、神童若牛以外の超獣武者 P モンスターを、デッキから P スケール貼って、その後このカード特殊召喚できますよと。はい、まず書いてることおかしい1点目ですね。はい、1点目書いてることおかしい、出てきてスケール貼る、意味がわからない。で、これ、モサゴか、自分の墓地に魔法トラップカード存在しない場合は手札をぶん投げて超獣武者を出せる。まあ、その代わり、この効果使っちゃうとターン白地まで自分は、超獣武者しか出せないという縛りがありますね。まあ、あんまりそんなに使うことはない気がします、この効果は。で、2番はね、結構使います。これ、このカードが素材として草デッキに表側表示で加わるとスケールに置けますと。だからシンクロ素材になったらスケールが発動できて、これ8だじゃないですか。で、まあ、若牛で、のペンダラムスケールの効果でこれペンデラムスケール持ってきてるんで1枚だからね、若牛だけでね、要は手札1枚だけでね、スケール揃っちゃうんですね。で、まあ、この若牛で春スケールが基本的にはこのビッグベンケっていうモンスターにあるんですけども、このビッグベンケがスケール1なんですよ。だからスケール1と8が召喚権を使わずに揃っちゃうんですね強すぎないか。レベル2から7のモンスターだったら、手札から一気にバーンって出せるってことですね、ペンデラム召喚で。はい、もうそっからはもう宇宙に起きるんですけど、まあ、こういうこともできるというところですね。で、ビッグベン系が若牛から怒られるモンスターのヒット候補になってまして、これ何するかっていうと、超獣武者が盤面にいれば、敵から超獣武者ソウルっていう超獣武者のなんか装備魔法になれるやつですね、これをサーチすることができますよというところですね。で、ここで、今制限カードになってる OCG ではね、岩投手とかこの辺をサーチしてきたり、してなんかその展開をしていくっていう感じですね。まあ、若牛がね、基本的にはその1枚プラス手札コストで、ありえない展開が起きるので、まあ、これ使ってみないと分かんないかなと思うんですけども、パワーをね感じるにはこれがマジでやばいです。はい、で、召喚権を使わずにスケール張りながらシンクロモンスター、じゃあ何出るのと、リュウさん何が出るんですか。これがですね、展開途中でですね、このバイクっていう、モンスターがいまして、これをね、手札からぶん投げて墓地に送られてるんですよ、展開途中に。超獣武者展開してると、これ自分の墓地の魔法トラップがそんなしない場合、手札からぶん投げると超獣武者持ってくれるってことで、これは若牛サーチとかできるんですよね。これがね、レベル2の中7なんですよ。だからね、アクセルシンクロスターダストからバロネスみたいな動きですね、動きの中で。だからね、バロネスが出ながら、要は相手の誘発をケアしながら召喚権を使わずにスケール1から8が揃ってるみたいな感じで、ね、終わりです終わりで、しかももちろんシンクロ素材にする必要もないので、特に縛り入んないんですよ、こいつ。なんか知んないけど、別にシンクロ素材にしかできないとか、なんかそういうの書いてなくて、リンク素材にもできる、エクシーズにも使える、シンクロもできるみたいな感じなんですよ。だから、まあ、バロネスじゃなくて別にそのランク4とかしてもいいんですよ。ギアギガントクロスとか、ギアギガントクロスみたいなので、なんかそのデッキからレベル4の機械を持ってきてもいいし、あと
見かけ獅子で岩石サーチしてもいいし、何やってもいいんですよね。はい、よかったですね、デビューフランケン来てなくて。デビューフランケン来てたら、あの若口1枚から先行案件余裕でした。はい、あ、ちなみに先行案件余裕でしたって言ったけど、あの別にね、あの現代遊戯王あのデビューフランケンがいなくても先行案件はできます。若牛テクプラステクダコスト1枚から先行案件ルート、クソレッキ製造工場長もうすでに2ルートほどあの発見しておりますんで、まあ、ちょっと現実的じゃない感はあるんですけどね。あのまあ誘発ケアとかなんかちょっとしづらいところがあって、そのちょっと若干その OCG のブレイクアーマー先行ワンキルっていうのがあって、それよりは現実的じゃないかなと思ってるんですけど、一応先行ワンキルはできるということはお伝えしておきましょう。はい、強すぎて。で、さっき言ったように召喚剣を使わずになんかめちゃくちゃな動きしてくるんで、貫通力もあるし手数も出るし、最終場面もめちゃくちゃ強いと。妨害がなければまあ先行、まあ、5、6妨害ぐらいは当たり前みたいな、朝飯前みたいな感じのデッキになっていますね。はい、というわけで、おそらくまあ結構よく見ることになるんじゃないかなと思うので、まあぜひね、勉強してください。はい、皆さんも超獣武者、超獣神道若牛さんのパワーをね感じください。さあ、お次はですね、サイゲームス製馬娘系遊戯王カード、ゴールドプライド、まあ、馬娘じゃねえか、ゴールドプライドというね、モンスター群、これ追加されるということで見ていきましょう。これね、まあ、結構強いんですよね。まあ、一応判明してるカードはゴールドプライドスターリオンっていうやつなんですけども、これシンクロモンスターで、一応汎用シンクロモンスターで、自分が相手のメインフェーズに相手のフィールドの表から表示モンスター対象にとって、このカードの攻撃力を元々の攻撃力もアップしますよと。で自分のライフポイントが相手よりも少ない場合は、対象のモンスターを破壊できますよっていう効果があるので、これね、GP って結構この自分のライフが相手よりも少ない場合みたいな起動条件が結構多いんですね。だから結構ね、パンクとかとはね相性が良くて、しかもあいつらレベル、6シンクロとか、まあ、ランク3とか結構やりやすいんでね。なんで、パンクギミックと組み合わせてる方結構多いかなという印象ですね、ゴールドプライドは。で、まあ、シンクロモンスター以外にもね、めっちゃ強いやついて、まあ、多分来ると思うんだけど、このゴールドプライドピンボーラーってやつですね。これめちゃくちゃ強くて、こいつ融合召喚に成功した場合に、自分のライフポイントが相手よりも、少ない場合は、この、効果の発動効果無効化されないと。はい。無敵効果。で、融合スタイトしたモンスターの、勝つまで、相手フェイトの表側表示モンスターを装備カード扱いで装備的にパクれる、サクリファイスみたいな感じで。しかもね、これ読んでいただいたら分かるんですけど、これ対象取ってないんですよね。これめちゃくちゃ強くて、で、しかもね、ゴールドプライドって相手のターンで動くことができるんですよ。例えば、この、ゴールドプライドローラーボーラーっていうね、こいつ、こいつであれば、フリチェでメインフェーズ中だったら、融合するよっていう、まあ、GP 融合モンスターを出せますよという効果とか、あとリオンだったら、フリチェで、まあ、アクセルシンクロができるということで、まあ、この辺のリオンとか、まあ、ローラーボーラーを使って相手のターンに、まあ、ピンボーラーとか、まあ、スターリオンとか、まあ、バンバン出してで、妨害をしていくっていう感じですね。これがねこいつマジで強いんだよね。なんで、まあ、ピンボーラーは結構そのエース級の活躍してくれるんじゃないかと思います。この除去法すごいでしょ。装備カードとして装備すんだぜ、対象取らずに。最強除去方法だこれ。墓地送るとかもないじゃん。うん、クソ強いと思います。メムレリアはですね、これ結構ねクセ強テーマなんですよね。どういうギミックかっていうと、あのね、めちゃくちゃカード裏側除外して、裏側除外したカードの枚数で戦っていくみたいな、なんかダイザーとかとは結構相性が良かったりとか、あとこのヨロズぐらいのグラッドみたいな、この辺のねモンスター、まあ、除外されているカードの数だけなんかパワーアップするみたいな、ムラクモノオシとかもそう、あの辺とあとは結構相性が良かったりするんですけども、ユメベルネムレアはどういう風なあの効果がしてるかっていうと、ペンデラムスケールで、永続魔法を1枚選んで表側で、置いてエクストラデッキにこいつを加えるよという効果。あ、これちなみに特殊召喚モンスターなんで通常召喚できません、レベル1ですけど。通常召喚できないっていうのは非常に独特な、でしかもペンデラムスケール、貼っても、まあ、レベル1なんでね、かなり出しにくいですね。はい、でまあ、基本的にはこう自分の効果で出していくことになると思うんですけども、はい、このカードがエクストラデッキの表側表に存在していて、エクストラデッキにこれしかない場合ですね、自分のエクストラデッキにこれしか存在しない場合、夢見るネミリアを、特殊召喚できますという効果があります。あ、ちなみに表側で加えたターンはもう特殊召喚できないんで、ちょっと遅くなっちゃいますね。
だからまあ、魔法カードの方かペンダラムトロジアとかで、まあ、眠れるや加えてその後すぐ特殊ができるとかそういうのはあるんですけども、あの自分の方で加えたら出てこれないっていう感じで、特殊召喚したらじゃあリュウさんこの人何するんですかっていう話ですよね。レベル1の守備力1500で攻撃力0しかねえのに何するんですかと。これ超豪快な相手を除外する効果を持っていまして、この一番の効果ですね、特殊召喚に成功したら裏側表示で除外されている自分のカード3枚につき1枚まで相手のフィールド墓地のカードを選んで裏側で除外。クソ強いでしょこれ。通ったらマジで最強の除去なんですよ。フィールド墓地なんで、ね、だから墓地メタにもなるしフィールドのカードも、除外できるということで、しかも裏側なんでまあ基本的にはあまあ再利用はされませんね。でこの効果で裏側除外にしたカードの数だけ、裏側除外されているカードをなんかデッキに戻すという効果があります。エクストラデッキでもいいしあのデッキに行ってもいいんですけどね。でこのね効果を通していくための工夫が必要なんですね。このデッキはエクストラデッキがだから要は全部なくならないといけないんですよね。眠れりや、まあもちろんゼロにしときゃすぐ出せるんですけどエクストラデッキ、まあ、そうすると結局裏側除外するしておくカードがないから、ちょっとどこまでね眠れりや実装あるか分かんないんですけども、例えばこのレベイユっていうモンスターだったらそのエクストラデッキのカードを使って特殊召喚したりするんですよね。だからまあちょっとコストはいるんですよエクストラデッキの。だからまあエクストラデッキをなんとかまあぶち込んで、ほんでそれをコストにしてバンバンモンスター展開して、でフィニッシュでこいつ決めるっていう感じの動きですね。で永続魔法がこの眠れエリアで置けるんですけども、まあこれで置くカードが何かっていうとどれや、これだ、蜃気楼っていうこのカード、これはですねこの子が発動するターンペンデラムしか出せないっていう強烈な縛りが入るんで、まあ、リンクとかエクシズシンクロ、まあ、できないんですけども、これ発動するターン縛りかかる、代わりにデッキから、獣族レベル10を2体サーチできるという効果がありまして、でネムレリアモンスターたちって獣族レベル10のモンスター結構多いんですよね、この辺の。でしかもこいつらってすごい特殊が簡単で、エクストラデッキに P モンスターがいる、まあ要はネムレリアですね、ネムレリアがまあいれば、まあ簡単に特殊ができますよという効果がありますんでね、これでまあパン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 レベル10のモンスターを出して、戦っていくと。まあただその他は P 召喚しかまあできないから、なんかランク10とかしたいんですけど、まあ、できないんですよね。まあじゃあこの次のターンだといきますけどね。だから、まあ、正直めっちゃ展開できるってテーマではないかな。でしかも正直ですね、こいつはそんなに妨害力ないんですよその相手の効果無効にしますとか、モンスター効果無効に破壊しますとか、魔法トラップ無効に破壊しますみたいな効果ないですね、基本的には。なんでどっちかっていうとね、高校に寄せてなんかその除外系の、まあ、例えばディメンション当たる人ぶん投げるとかね、まあ、手札誘発で頑張って耐えて、ほんで、さっき言った除外カード、強欲で金満な壺とか強欲で貪欲な壺みたいなこういうカードを使って、手札の枚数を抱えて、まあ、グラットンとかあとダイーザとか、まあ、ムラクモとかで攻めながら、まあ、隙をついてこの眠れリアを爆発させていくという、まあ、こういうデッキにね基本的になると、思います。はい、まあ、結構面白いデッキではあるので、まあ、これも動画化しようと思ってますんでね、よかったら楽しみに待っていてください。マナドゥムはね、ビサス・アムリターラがついに実装されるというところで、ちょっとね、トリノスークタ来んのかな、ちょっとわかんないんですけど、これちょっとね、実装時期が若干違うんですよね。これ7月で、このカードが4月なんで、ちょっとトリノスークタ君が来るかどうかちょっと怪しいところはあるんですけども、まあちょっと VS がね、まあ、バンバン来てるから、ちょっとね、わかんないんだよね、もう実装順番が。もうマスターデール読めないですけど、トリノスークタが来たらちなみにどうなるかっていうと、このリウムハートっていうモンスター、これが1枚衝動になります。はい、でアムリターラがですね、まあ、何をするかっていうと、こいつがねマジで強くて、これチューナー1体以上プラス光属性モンスター1体っていうシンクロ召喚条件していて、これチューナーだけでシンクロ召喚できるんですね。はい、まあ一応来たらの話なんですけど、トリノスークタがリウムハートからチューナー持ってきてチューナー特殊召喚して、でリムハートとチューナーでトリオスークタ、トリオスークタでチューナー蘇生するとレベル8、のチューナーとチューナーが並ぶんで、これで、アムリターラ出せますよという感じですね。はい、まあ、プライムハートとかも同じような条件ですよね、確かね。プライムハートだ誰やねんそれ。はい、で、このカードが、モンスターゾーンに存在する限りカード名をビサススタフロスとして扱うと、ビサマとして扱うっていうことは、これスケアクローの展開につなげられるんですよ。そのマナデムって今までね、結構そのスキャクロ展開につなげるの意外と面倒だったじゃないですか。なんかそのサーチカラリウムないと無理とか、
あのペルレーノ入れるとかね、いろいろあったんですけども、これあの、マナでもリームハート1体から、トレロスークタアムリターラして、こいつ1体でスキャクロー、ライトハートを出せるっていう感じになります。でしかもこいつがシンクロ召喚に成功したらビサススタフロスト系の、魔法トラップカードというのに加えることができるんで、これねビサススタフロストって書いてあるカードめっちゃ多いんですよ、世の中に。まあこれちょっと調べてみてほしいんですけども、まあ例えばペルレーノであるとか、なんかガラリウムであるとか、あなんだろう、なんか死ぬことあるんですよ、とにかく。だからまあお好きな、魔法トラップ加えてどうぞといったところですね。で自分のメインフェーズに発動できて、フィードルモンスター行って破壊するってこともあるんで、まあ、これでチューナー破壊してね、自分爆破してもう一回、チューナー出してくるみたいな動きもできますし、シンクロモンスターの打点がアップするってこともありますというところですね。でこれでまあじゃあこのデッキどうなるかという話なんですけど、アムリタイが来ることによって、まずさっき言ったようにリウムハートが1枚初動になり得る、まあちょっと取り除くか分かんないけどね、まあなり得る。でさらにフルールドバロネス、とかあとエジル・キミルとか双剣太鼓翔英といったレベル10のシンクロが結構簡単にポン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 出せるようになると思います。はい、あのビサマがあのレベル6のチューナーでレベル4もね供給することが結構簡単なテーマなので、まあ翔英とかエジル・キミルとか、あとまあビーステッドとか入れるとあのディスパテルとかも出るようになりますね。ちょっと赤き竜っていうね、あの最強、まあ、カラミティを禁止にしたと言われている最強だと言いまして、これがちょっと多分まだマスターデルには来ないと思うので、ディスパテルまでいけるかどうかはちょっと怪しいんですけども、まあ、一応あの重心区の2体くらいであれば結構簡単に並ぶかなと思うので、まあ、バロネスとか、ギミルとかショウエイとかこの辺で戦っていくことになるんじゃないかなと、まあ、またはあの、まあ、本当に展開力がやばくてモンスターが死ぬほど並ぶんですよ、マナデムって死ぬほど並ぶんで、まあ、例えば、まあ、あのリンク使っていくとか、まあ、ファイアウォールドラゴンシンギュラリティみたいな、ファイアウォールプラスシンギュラリティみたいなプロテクトコロとか使って、なんかめちゃくちゃなリンク素材稼いでなんかでげえリンク出していくとか、まあ、いう動きも結構できますね。はい、まあ、縛りとこにないんでね、マナデム使っても、はい、まあ、そんな感じのテーマになっています。ちょっと回してみないとねこの辺は分かんないんですよ、何が来るかはね。トリノスークタが来たら多分結構強くなると思うんで、まあ、これめちゃくちゃ楽しみですね。来るんでしょうか、コナミ君カードリストください。超越竜実装ザウルス、これは熱いザウルス。これね、どういうギミックかっていうとね、恐竜族のね結構ね、サポートカード、サポート軍になっていましてですね、まあ、ちょっとどこまで実装されるか分かんないですけど、多分グラウンドゼノは来ると思うんですよね。これどういうカードかっていうと、デッキから、恐竜族チューナーか、恐竜族の通常モンスターを手札に加えて、その後自分の手札を選んで破壊しますという効果がありますと、まずね。で、墓地のこのカードを除外すると、恐竜族の融合モンスターを融合できますっていう効果になっているんですよね。これで、まあ、恐竜族の、超越竜の融合モンスターでギガントサウラーとかね、これ結構ね緩いんですよ。通常モンスタープラス恐竜族モンスターでかなり緩い、融合召喚条件なんですが、これとかを、まあ、出していく感じになりますね。で真骨頂はやっぱり結局その一番のこの効果、デッキから恐竜族チューナーを持ってきて手札を一番選んで破壊するという効果ですね。でこれで、まあ、何を持ってこれるかっていう話なんですけども、新しく、まあ、例えばね、あのスクラップ、なんだっけ、ラプター、とかも、強力中なんで持ってこれますし、多分新しく追加されるであろう、このゼノメテオロスっていう、このモンスター、これがね、めっちゃ強いんですよね。これ戦闘効果打開されるとカードがね、手札から特殊化できるよっていうレベル6の恐竜族チューナーになってまして、これを、まあ、グラウンドゼノで、持ってきながら手札を1枚選んで破壊すると、ゼノメテオロスが、破壊に、反応して出てこれるということで、これがあの簡単に出てこれる手段になってますね。で、ゼノメテオロスク自分のメインフェーズに手札フィールドの恐竜族を一体選んで破壊して、手札デッキから恐竜族の通常モンスターを特殊ができるよという効果がありますと。はい、でこの効果の発動後に、ドラゴン族、恐竜族、海竜族、原竜族縛り、この、まあ、竜縛りですね、はい、ドラゴン縛りがついちゃうよというところです。まあこんだけ出せれば問題ないですけどね、正直。はい、まあ、恐竜族って結構ね、恐竜族の妨害がいっぱい多いし、ドラゴン族も結構ね、妨害多いんで、まあ、全然問題ないかなというところですね、この縛りは。はい。で、恐竜族の、通常モンスターをデッキから出してこれるというところで、おそらくレイバンのこの時代に、フロストザウルスが活躍します。フロストザウルス、まさかレイバンで活躍するかというところなんですけども、これいつだ、実装だろう。2006年だって、2006年。2006年ストライクオブネオスはさ、これで実装されたこのフロストザウルスとかをデッキに入れることが、になると思うんですけど、フロストザウルスとかをそのゼノメテオロスのところで出してきて、でランク6とかね、それからまあレベル12シンクロとか、まあそういうのがいるんですよ。12シンクロとか、あとランク6こういうのね、ドリルグランドスが結構強いんですけど、この辺を出していくことになると思います。まあ、正直ね、超越竜の融合シンクロエクシーズ、そこまでなんかあの相手のカード妨害するほど強くはないんですけども、
まあ、結構面白い効果。これとかはね、割と展開で使うんですけども、除外されている自分の強力力を特殊ができるということで、まあ、ミセラとか、あの辺のモンスターをもう一回使いましたとか、まあ、そういう動きができますね。で、まあ、問題はじゃあ何をね、破壊すればいいかっていう話です。グラウンドゼノとか、まあ、そのゼノメテオロスで何を破壊すればいいか。もう破壊してアドバンテージ稼げるモンスター、死ぬほど言いますからね。恐竜デッキには。ベビキャラとプチナロです。これを破壊することによってありえん量の恐竜族をバンバン前に出していけると思うんですよ。でね、まあもともとまあ恐竜デッキっていうのはゼノメテオロスが来る前もプチラノゾンとかベビキャラサウルスを破壊して動いていくっていうデッキだったんですけども、まあ、より破壊しやすく、そして展開も結構強くなったので、まあちょっとデッキの枠だいぶ食うんですよね。グラウンドゼノとメテオロスとか入れなきゃいけないんでね、デッキの枠だいぶ食うんですけど、かなり、展開力が、面白いことになっているので、まあ、卵さえ引ければ結構動けるみたいなデッキになると思います、はい、というわけでこの辺もね、新しく追加されたカードを使ってデッキ組んでみようと思うんで、お楽しみに。ダイノルフィアはね、おそらく、まあ、このインタクトっていうカードが実装されるんじゃないかなと思うんですけども、インタクトめっちゃ強いです。ただレアリティが気になります。もともとダイノロフィアってね、デッキ内の UR バカみたいに多いんですよ。これも UR だったらよりブルジョアデッキになるというね、そういうデッキになっちゃうかなと思うんですけども、これレアリティなんだろうな。ジノフィールド上に、いや効果はめっちゃ強いです。効果はめっちゃ強い。1枚しか発動できないっていう制約があるんですけど、自分のフィールドにダイノロフィアカードが存在している場合、まあ課金モンスターでも融合モンスターでもいいんですけど、モンスターの効果をライフ半分払って、無効にして、発動無効にして破壊するという効果。で、さらに戦闘ダメージを、その時のライフの半分にすると。まあ、要はライフ半分払ってるんで、まあ、普通に素で打ったら、まあ、4000の半分なんで、まあ、2000。2000で打ったら、半分なんで1000にするみたいな感じ。まあ、だからワンキルが取りられにくくなるというところですね。で、モンスター効果を無効にして破壊するっていう、まあ、ことが、今まではできなかったんですよ。要は、ダイノロフィアって、そのレクスタームっていうね、モンスターで、そもそも発動させないっていうことはできたけど、モンスターの効果を無効にして破壊するってことはなかったんでね。なんで、まあ、これで、まあ、一応その、厄介な、ぼっち効果とかね、あと手札の効果。まあ、例えばね、ミラージェイドのぼっちでなんかぶっ飛ばす効果とか、あと、なんか、ビーステッドのドルイドのぼっちに送る効果とか、ああいうのはね、レクスタームの対象から外れてて、聞いちゃったんですけど、こういうのも一応無効にできるっていうことですね。で、カウンタートラップなんで、チェーンが基本的には、まあ、難しいというところで、まあ、大体通るというところで、まあ、これはめちゃくちゃ強いですね。で、しかもカウンタートラップなんで、一応、戦闘ダメージを一回ゼロにするという効果も、墓地からとかちょっとありまして、これでまあ、結構その、ダイノルフィアの問題点である、あまりにも、受傷しすぎた結果、なんか変なモンスター殴られて死ぬみたいな。こういうのが、まあ、なくなるというところで、まあ、これさすがに強いという、まあ、サンズニーレベルの、カードなんじゃないかなと、はい、個人的には、思っております。はい、まあ、ダイノリアはちょっとレアリティだけですね、気になるのは。はい、強いと思います、かなり。というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、個人的にはやっぱ若牛が一番楽しみではあるんだけどね。どうなんのかな、正直超重武者はちょっとどのぐらい環境に影響を与えるのかちょっとまあ定かではないんですが、まあさすがに最強なんで、まあみんな使うんじゃないか、最初の方はね。はい、というわけで、診断開封放送もありますので、よかったら遊びに来てください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。